こんにちは、みゆみゆのはんなりみやこ TV。 どすえ、今日も車です。なので今日は酒は飲みません。酒は飲まないけども、京都人なら行ったことある？京都人だったら行った方がいいでっていうめっちゃうまいね店があるんですよ。そこに私は潜入いたしまして、おすすめの第一メニューを食べてきたいと思います。では皆の衆、車ぶっ飛ばすのでついてきなはれい。到着しましたよ。電車でも来れます。以前私が撮らせていただいたぐるぐるどんさんのお隣になります。では行きますよ。もう撮影交渉は先ほど済ませてまいりました。こちらです。この公園の角を曲がるとあります。もう看板あるけど曲がってからです。オープン5時半。あ、いいですか。ありがとうございます。本日の体内浄化スープ、これのものは帰ろう。ここのね、大宝さんの名物いましたよ。もうね、知る人は知ってると思います。テリタマ禁止でも普通のは言わない、ものすごいの言いました。出来上がりを楽しみにお待ちくださいませ。そして、なんかこの後ろにしてこのメニュー、これね、いいよ。本日の体内浄化、浄化させたいと思います。ドロドロなので、来たよ。これね、みんな全部買ってます。どんぶりどんぶり、この大きさを伝えたい。これ水やば。いや、今持って調べよう。見てこれ、大きさを伝えたいので持ちます。私ほんまにほんまにどんぶり。では早速いただきたいと思います。いただきます。まずはね、これを食べる前に本日の浄化スープをちょっとね、いただきますよ。すごい、すごい。20種類ほどの野菜とヘタ、かなり本日だけの栄養価の高いスープ。まずこれを飲んで、おお、今まで食べたことないようなものすごいエキスの入ったスープです。野菜がね、こっちが鶏と豚のこの地獄盛りについてるスープ。あっ、食べた。では早速いただいていきたいと思いますよ。久しぶりよ、これ大変なね、そのね、めっちゃ美味しいね。だけど地獄はね、初めて。これこれ、大砲のね、このてりたま、ほんまにね、ご飯がね、バクバク食べれるね。いろんなメニューあるんだけど、
ほんまこれ食べてほしい。大変のてりかな。めっちゃ美味しいから。テリタム入ってるでしょ。でこれテリタムだけのやつと、これ今禁酒が入ってて、禁酒が入ってるやつと選べるんですけど、今日はスペシャルのテリタム禁酒両方入ったんです。これがね、程よくね禁酒が絡んで、このタレが絡んで、めっちゃ美味しそう。これね、大きさっき見せたけど、ラーメン鉢、ラーメン鉢に入ってます。ラーメン鉢に山のように入ってます。ご飯ももちろん大量に入ってるけど、肉の量がもう半端ない。うまいテリータマがね、めっちゃ美味しい。不思議な味だけど、もう表現できない。本日のスープ。大やけどしたけど、最高。まあ、どんどん味わっていきたいと思います。めっちゃ美味しかったです。やっとこれました。最後からもうテリタマ禁止というのはほんまに中毒性がある丼なので、ぜひ皆さんこの甘辛い美味しいご飯に合うお肉と禁止絡めて食べてみてください。これで夏も乗り切れると思います。では最後までご視聴ありがとうございました。ねえねえ、はじめまして TV チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。